これだけすごく重要なんだよっていう。はい、皆さんこんにちは、隊長です。今回は衝撃的な映像があるので、まずはこちらをご覧ください。はい、はい、実際見ていただいて皆さんどう思いましたか？もし周りにね、皆さんの大切な人であったり、友人であったり、職場関係の人が倒れた時、あなたはどういう行動を取りますかっていうのがすごく参考になるなと思ったので、今回の動画に、なってますと。で、何が参考になるかっていうところがポイントになるんだけど、はい、まず一つ目、まずあの方、第一発見者やね、はい、横にいた方、すぐに移動したよな。しましたね、一瞬で、うん、あれは通報しに行ってるんじゃない？おそらく。で、誰かを SOS 呼びに行ってるんじゃない？はい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 。どう？いや、そう思いましたね。皆さんどういう行動を取る？あれすごくこれからの日本の救命の問題をしっかりと捉えている動画になってて、うん、ほとんどの人、もしくは俺自身も、消防士になる前の俺もそうやってたと思う。はい。けど実は違うね。なぜ違うのかというと、まずはしっかりとその人にファーストアタックするっていうことが重要やね。ああ、なるほどね。ファーストアタックって何すんねんって話やんか、はい、別に倒れてんねやったら誰がその専門的な人を呼びに行った方が早いやんと思うよな。119する方が絶対に自分が見るよりも救急車先に呼ぶ方がいいやんと思うよな、はい、違う。ここはすごく重要なのが、まず意識があるのかっていうところを確認してほしい。あの人倒れて、うわやばいってなってすぐ行ったやろ、はい、この間に痙攣が起きるのか、この間に嘔吐が起きるのか、はい、外傷部の出血があるのかとか、はい、めっちゃいろんなところを本来は確認してほしいところやね。なるほど。けどそういう細かいところって確認してって言っても、医療関係じゃないからわからんねっていう声ももちろんわかる、はい、な、歩むだって難しいやろそれ。難しいですよね。そうやな、そんなところ確認できんやん。けどじゃあどうやって異常を感じるかというと、倒れた人にまずは大丈夫っていけるっていうのを肩トントンってするだけで、はい、明らかに人間が異常じゃない時ってこれは異常じゃないっていうのが分かるから、はい、それだけでいい。だからこういう声をかけるっていうのがまず大事なポイント1個目。そう、はい、だから倒れてすぐどっか行くっていうよりかは、倒れておい大丈夫か大丈夫っていう呼びかけ反応をするっていう、うん、その後に倒れてるし意識もないってなった時はすぐに行く。あの方が悪いんじゃないで、うん、いい行動してると思うで、はい、なあ、めちゃくちゃスピードも速かったよな、うん、早かった。あれも消防士よりも速かったわけよ。本当ですよ。そうけど、もしみんながこれから同じ状況になった時にどうするのかというと、呼びかけ反応の確認っていうのをやってほしい、はい、まずは意識があるのかとか呼吸があるのかってとかも分かってくるから、はい、でまず呼びかけ反応なかったら、次にさっきの男性の取った迅速な対応やね、はい、すぐに助けを求めに行く、はい、もしくは119しろ、 AED を持ってきてっていうのを言ってあげると。どういう選択肢があるんですかね。その救急車呼ぶのがベストなんですかね、やっぱり。まず近くのおる人に、はい、こういう状況やからっていうのを助けを呼ぶ。でその間に呼吸の確認する。あ、そこで呼吸の確認なんですか。そう、まずは SOS、ここに倒れてる人が来てくれって、誰か、あの男性は多分誰かを呼びに行ってる、もしくは通報しに行ってるから、はい、すごくいいベスト。なるほど、うん、でその間に誰かを呼べば AED も準備してくれるわ、119もしてくれる。確かに。だからこれで一人で救助をする救命率よりかは全員巻き込んだ方がかなりいいって言われてる。呼吸がなければもちろん心肺蘇生ね、はい、まあ、その辺はね、過去のレスキューアーズの動画で言ってるからイメージつくと思うけど、はい、あとアイム自身はあの動画を見てどう感じた？どう感じた、うん、まあ、びっくりとしか言いようがないですね。自分ならどうやって行動する？僕ならあの人と同じようにしちゃいますね。僕だったらもうすぐ救急車、うん、ってなります、うん、救急車、ほんじゃすぐ救急車呼ぶのってまずい。どう？いいことなんじゃないですか。けど状態確認した？あー、確かに。そうやな。けど俺はいいなと思ってる。理想で言うたやで、理想論で言うと状態確認して、例えば頭に出血、どっか出血ないのか痙攣がないのかとか、はい、もっと医療的なことで言うと動向を見てあげようとかな、はい、そういうのを踏まえた上で通報する方が、救急隊とかの医療関係者の情報がスッと入り込んで、今こういう状況なんだ、近くにこういう医療関係もしくはちょっと携わってる人がおるんだ、じゃあ次はこういうのを資機材を持って行ってっていうところで、いろんな次のステップが想像できんねんけど、はい、
まあ仕方ないよねっていう、それができなくてもいいなって、ね、だからもしああやって明らかに、まあ分からんで、その何か心筋梗塞なのか脳梗塞なのかめまいの意識消失なのか、はい、分からんけどバタって倒れてなると、もういちいち呼ぶのが間違いかっていうとそうじゃない、うん、呼んでもいいんじゃないかなって思う。なるほど、うん、じゃあそれをどこで習うねっていうと習うところがないやん、はい、ないからこそ今回のこの動画を撮って、まあ、防犯カメラとかでの映像やけど、めちゃくちゃいいなって、すごく何よりも行動がめちゃくちゃ早かった。だから助けたい気持ちとか、うん、この人が緊急事態やっていう判断がすごく早くて、もうマジで理想の消防士の動きをしたんだけど、速さで言うとね、はい、あと呼びかけ反応、まあ、これだけすごく重要なんだよっていう。じゃあなぜ重要なのかっていうのがさっき前半で話した内容になるから、そう、ね、これを覚えておいてほしいなと思います。呼びかけて多少の意識があるって確認した場合も、うん、その救急車の判断って難しいのかなと思ったんですけど。難しいよな。だからその時に持病あるか聞いてあげてほしい。めちゃくちゃいい質問やな。持病ですか。そう、持病あるとか、今まで倒れたことあるって、はい、ない。なんか いつもと違う、救急車呼ぼうかって言って呼んであげる。で、無反応の場合、意識なしでもみんな119しなって分かるよな、はい、じゃあ次、うん、こういう状況は、うん、どう、意識ある、ギリ大丈夫、ギリギリあるのかなって思っちゃいます。これ実は緊急事態ね。あ、そうですか、うん、意識はあんねんけど痛み刺激とか、はい、まあ、トントンってすると痛み刺激っていうねんな、はい、で呼びかけ反応とかいうので、まあ、払いのけるっていうのは危険な状態だよっていうのが分かりやすい、うん、覚え方で、だから払いのけるとかそういうのをするともう本当に緊急事態だよねっていうので119してくださいと、はい、いうことは覚えておいてほしい。分かりました。じゃあ次、大丈夫って声かけた時に、うん、なんとか大丈夫けどちょっと具合悪い、こういう時はどうする？その人に救急車呼ぶって聞く。そう、正解。当たりました。ちゃんとそういう時に、大丈夫って何かあった、何か持病あるみたいなのをヒアリングしてあげたり、うん、まあ、答えづらかったら救急車呼ぶとかどっか休むっていうのを言ってあげる。なるほど。けどこの会話が成立しない限りは119してやってあげるっていうのを覚えるだけで救命率がガンと上がる。なるほど、うん、ありがとうございます。けど俺も実際消防士になるまでこの違いってわからんかった。どれが救急車なのみたいな、呼びかけ反応って何みたいな、大丈夫って言って、あるやんな意識ってなるよな、うん、はい、まあ、これ呼吸で言うと、まあ、視線器呼吸とかとが通常の呼吸じゃないよっていうところもちょっと難しいねんけど、はい、まあ、それも似てる現象ねんな、うん、分からんよな、これが通常か通常じゃないかって、まあ、一般の人は難しいと思いますけどね。そう、だから今回はこの動画を通してより多くの、一人でも多くの方がね、もしも同じ緊急事態になった時に助けられるように、してもらえたらなと思います。はい、ということで今回の動画が良かったと思う方はいいね、コメント、チャンネル登録もよろしくお願いします。はい、助かる命を助けるために。